はい、皆さんこんばんは、マスンでございます。これを流す頃にはですね、ひょっとしたら展示会が終わってるかもわかりませんけども、今日もケンミルのね続きをやっていこうと思います。もう大方パーツはほとんどつきましてね、このサイドの球根なんですかね、このロゴとかドアノブとかワイパーとかも今乾燥中で、顔つきもねしっかり決まってきましたよということです。あとはホイールと、これですね、問題はリアウィングをどうするか、どうやって接着するかなっていうのをね10分ぐらいずっと考えてたんです。で、まあできればプラセメントでですねしっかり溶かして、あの接着面をねしっかり溶かしてですねがっつり接着をしたいんですけど、まあどうかな、ちょっとこう溢れたりね、はみ出したりしてしまうと結構目のいくところなんでね、こういうそのトランクのところとかも、めっちゃ迷ったんですけどね、エポキシでいこうかとかも思ったんですけど、なんかねちょっとしっくりこなくて、やり直しが聞きにくいかなとかいろいろ思って、ムニューってしてるするとこう縁からね、あのエポキシとかでもこうムニューって出てきます。で、デコプリンセスとかでもいいんですけど、ゴム系の、ね、接着剤でもいいんですけど、ちょっと接着力的にはまあどうかなっていうのと、同じくこうムニューってギューってするとですね、あの接着面からノリがギューンって余った分が出てきますからね。それもあの取ろうと思えば取れるんですけど、こういう段差に入り込んだところってね結構こういう角度で見たら見えたりしますからね、その辺がまあどうかなと思ってて、で最後この穴にねピンを入れていこうと思ってるんですけど、くしくもねこのトランク側に穴を開けるのを忘れてたということで、その辺も相まってねどうしようかなと思ってたんですけど、あのファミリーグループのマッスン賞常連の、黒さんがですね前教えてくれはった技を思い出しましてね、買ってたんだと思ってこれを使っていこうと思います。長谷川製の、両面粘着シート超透明50ミクロン、2枚入り、これを使っていこうと思います。あの薄くて、透明で、めちゃ強い両面テープということで、はい、あのクリアパーツを貼り付けたりとかですね、そういう時に非常に便利だよと。で、台紙から剥がして24時間で固着する接着剤ということですね。はい、透明感損ないたくないとか、接着剤をはみ出せたさせたくない、曇り発火を防ぎたいなど仮止めの接着にも効果的、クリアパーツ、メッキ、エッチングパーツ、木製パーツ何でもいけますよということです。でシートを台紙ごと、接着する部品のサイズに切り出して、ペットフィルム、透明のフィルムの面にアプリケーションシートを貼り、アプリケーションシートをめくると台紙からペットフィルムと、粘着剤が同時に剥がれます。接着する施工面に剥がした粘着剤を貼り、ペットフィルム面からしっかりなじませます。アプリケーションシートをめくるとペットフィルムが剥がれ、接着剤のみが粘着剤のみが部品に残りますよということですね。だから難しいな、アプリケーションシートってちょっと持ってないかもしれない。でこれ定価800円なんで1枚400円かな。まああの両面テープというかね、そういうものってあまり模型というかプラモデルを作るときにはそんなに使わないと思いますからね。多分これも何年も、あーやばい、何年も持つんでしょうけどね、だからちゃんと使っていけばね、ちょっとずつ使っていけば。なんでまあ800円、どうでしょう、高いか安いかはあなた次第ですみたいな感じですかね。でリアウィングのねこの接着の面を確認しましょうか。こんな感じで、あとでピンが通りますからね、この穴のところだけ避けて、この細いこの部分、上一面とここかな、そこに貼っていきましょうか。サイズでいうところだいたい、どうしようかな、ギリギリでいくか、5センチ5ミリかける1ミリ、5センチ5ミリかけ1ミリと、どうしようかな、1センチ4と4ミリでいけるか。はい、ここ何もですでしたっけ、5メーター、5メーターじゃん、55ミリね、55ミリかけ1ミリ、
だからまず1ミリの幅に、大体でいきます。大体1ミリぐらいの幅の。で、こういう時にね、デザインナイフの刃が新品じゃないと切れないと思うので、刃を取り替えましょう。これデザインナイフの刃もね、もったいないかなと思って変えない方が後で高くつきます。部品をカット失敗したりね、怪我しちゃったりしやすくなりますから、デザインナイフの刃は気づいた時に取っ替えるように。最低どうでしょう、1個のキット作る時には5枚は変えるかな、最低ね、最低ですよ。あ、やばい、もうめくれている、めくれている。はい、これでまず55ミリのもの1本作りましょうということで、100均バサミでいきましょうか。55ミリのところで、スイッ、なんて言ってましたっけ、フィルム、透明な方の、こうか、こう剥がして、これでいいのかな。はい、これでこの保護フィルムを剥がすと OK。 これで本当にくっつくのかな。なんかあんまりなんかぐーちゃーって感じでもないですけどね。で、1cm4mm が2個ですからね。1cm4mm が2個だったから、28でカット。で、1cm4mm ぐらいのところでカットですね。OK。あ、飛んでった。どっか行ったかな。はい、剥がれましたね。で、よいしょ。落ちちゃったけど大丈夫か。ちゃんと台紙がついてるんで大丈夫でしょう。本当にこんなんでいいのかな。で、あとはこ
4mm の、あ、もう剥がれてるな。細いとあれですね、ちょっとやっぱくるくるっと形が変わっちゃいますか。1cm4mm、よし、こんな感じである程度テープ貼りました。まあサイドはもう大丈夫かな。まあ、これもねダメだったらまた考えましょう。で両面テープはね、そのエポキシとかと違って位置の調整がねちょっと難しそうです。こうなんかこうギュムギュムっとこう動かしながらね、なんか位置調整みたいなのがちょっと難しそうだなという感じはしますけど、あでもね貼り直しとかも結構まだ24時間経つとね固着するって言ってたんでまだいけるのかな。はい、一応マスキングテープを上から置きましょうか。はい、という感じで、まあ一緒か、もう両面テープで飛びちまえば一緒か。もうこんなぐらいね、あの指かけて揺らしても全然動かないし剥がれないレベルまで貼り付けはできているので、まあ大丈夫かなという感じですね。はい、あいいやんいいやん、全然、あ全然大丈夫ですよ。なんかあの取れる感じもしないし、ね、もうそら こういうねこじり方したら取れると思います。ここに指引っ掛けてね、塗膜もちょっとダメになるかもわかんないですけど、あでもかなり強固にくっつきますから、こういうなんかボディに直接ね最後くっつける、こういうオーバーフェンダーとかもこれでやればよかったかな。かなり薄いのでね、この隙間とかも全然気にならないし、めちゃめちゃいい両面テープじゃないでしょうか。ご紹介いただきました黒さん、どうもありがとうございます。あこれめっちゃいいっすね。早く買ったよかった、こんな早く買ってやったらよかったっすね。使ったらよかった、こんなことだったら。はい、じゃあいよいよね、あとはホイールをくっつけて、次の動画で完成レビューということでお届けできればと思います。ということで今回新しく新たにね初めて私も使いましたけども、長谷川さんから出てます、両面粘着シート、これのご紹介でございました。これもAmazon のリンクをね貼っておこうと思います。あの動画の概要欄にね貼っておこうと思いますので、気になる方はぜひ使ってみられてください。ぜひ展示会でもね実物この懸命に飾ろうと思いますから、どれが両面テープでくっつけたんかいということで、お一人でもね見に来ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録いただけてない方おられましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント高評価もいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で私が使ってます工具機材消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクを貼り付けてますので、気になる方はそちらから検索とご購入をよろしくお願いします。何か Amazon で買い物される際は当チャンネルのそのどれでも結構です、どこの Amazon でもいいんですけども、どの Amazon リンクでもいいんですけどね、そこから Amazon に入っていただきましたら、その先でお買い物が生じた場合につきましてはですね、商品の値段変わりませんけども当チャンネルに1パーか2パーか忘れましたけどもね、収益が上がる仕組みが取れてますのでね、ご協力をぜひいただければと思っています。はい、で展示会も終わってるかもわかりませんけども、はい、お一人でもご交渉いただければということで願っています。もしこれがね展示会の前の動画公開間に合ってましたらですね、ぜひ
展示会にもご視聴いただければということでございます。もう今のところ心の中ではですね、取りだめてる動画が溜まってきましたんで、展示会までにもう1日2本とか3本とかずつバーッと上げちゃおうかなと思ってますけどね。またこれも次回以降の展示会、次その次の展示会もね、しっかり持っていこうと思ってますから、ぜひ見に来ていただければと思います。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。